今はフリーランスのアーティストとして活動しています。で、今の仕事をやる前は、DJ だったりとかイベントプロデューサー、楽曲制作など音楽に携わる仕事をしていました。で、その仕事を退職して、大学に入り直してデザインの勉強をして、制作会社、広告の制作会社に、入社して、今に至ります。藤原君は社会に出てから大学に入ってきたんで、結構年齢がもういって大学生になったんですね。で、それで、どんな仕事をしてたのって聞いてたら、音楽関係の仕事をしてたと。あとは、料理だっけもやってたっけ、音楽関係の仕事をやってたと。で、そういうことをやっていて、それからもう一回美術というかデザインをやろうというふうに思って、この多摩美術大学に来たんですけれども、だから3年から、彼を受け持った時に、まあ、音楽と美術をすごく融合したような作品を作るのかなって思ってたんですが、3年生の時までは全く音に関する作品はやってなかったんですね。はい、この作品の魅力的な部分と自分で思っているところは、人のその自然な振る舞いを、このインターフェースに取り入れることで、より感覚的に音楽と触れ合えるというところだと思っています。例えばこうボトルを傾けて蓋を開けると、これで録音のスイッチが入ったりとか、ボトルを立てて蓋を開けると再生になったりとか、振ると録音されてたものが消去されたりとか、こういったフィジカルの動作で全て機能するような音楽メディアなので、より感覚的に音楽に触れ合うことができる、楽しむことができるというふうに思います。で、この作品の次のステップとしては、世界で音を採集してみたいなというふうに、世界で音を採集して音楽を作ってみたいなというふうに思っています。国によって文化も違えば、生活スタイルも違いますし、そんな中でこの作品、このディサウンドボトルがどのような働きかけをするのか、人と人との そのコミュニケーションの間にどういった効果を生むのかみたいなところを世界で試してみたいなというふうに思っています。開けると音が出てくるという、でその作品はあったんですけれども、まあ、でももちろん彼もそういった作品を研究してですね、で、その作品とはまた全然違う、同じボトルでも同じ音を使ってるんですけれども、全く新しいその自然音を取ってリミックスしてまた出すと。で、そこで、そうすることによって人が喜ぶと、その時の喜んだ顔がまたみんな素晴らしいんですけれども、そういった全くその新しい作品を作ったっていうところが本当に素晴らしいことだと思います。で、ただその途中の経過ではですね、そのテクノロジーを習得するために彼はどんだけ努力をしたんだろうというふうに思います。で、ただそれができたのは本当に自分の中でイメージがはっきりしてて、こういったことを作りたい、でこういった人を、この作品を作れば人がみんな喜ぶんだと、その喜んだ顔を見たいっていうその思いが、その彼を突き動かして、その4年の1年間でですね、そのテクノロジーをもう猛勉強して習得して、でこの作品につながったんじゃないかなというふうに思います。本当に素晴らしい作品だというふうに思います。今後のビジョンとしては、アーティストとして活動しながら、作品の活躍の場も自らディレクションしていければ最高です。で、僕の作品を体験したその前と後で、その体験した人が何か変わってくれればいいなと、そんな作品であり、そんなディレクションができたらいいなというふうに。